はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。はい、今日はすごく涼しくて過ごしやすい一日でした。そのため、子どもたちはお外に出てたくさん、どの学年のお友達も遊ぶことができました。決算はちょっと私が広場ブログ、園のブログをやっていて、広場の出来事というブログをやっているんですけれども、その担当だったんですね、今日。そしてお外で午前中遊んでる時の様子を撮影していたんですけれども、たくさん子どもたちがいたので、こういろんなクラス、たくさんのクラスのお友達と別れて遊んでいたので、なかなか決算で固まるということがなかったので、午後からはまた午後もお外行こうっていう話をして、今ねすごく桜が満開なんです。そのため満開の桜の下でみんなでジャングルジムに乗ってお写真撮ろうというと、子どもたちもいいねって言ってくれて、じゃあ お帽子かぶってお外行こうって言うと、すごい元気にちゃんとお約束通りジャングルジムの上に登って待っていてくれました。それがすごく私は嬉しかったです。子どもたちもたくさん遊べて今日はすごく楽しかったと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。